12式地対艦誘導弾は日本の陸上自衛隊が装備する地対艦ミサイルシステムで2012年度から調達が開始された。88式地対艦誘導弾の後継であり、当初は88式地対艦誘導弾システムと呼称されていた。試作は平成13年度から行われており、開発所要経費は約138億円。 感染における対艦ミサイル迎撃能力の向上に対応し、主にミサイルの生存性向上が改良の主眼となっている。本システムは以下により構成される。システム全体の構成は88式と同様であるが、発射装置の外観が88式から大きく変わり、識別は容易である。 発射器搭載車両は重装林回収車と共通の車体に発射器を搭載したものに変更され、誘導団体を収める容器も丸型の生産中止に伴い角型に変更されており、零散式中距離値、対空誘導弾の発射装置搭載車両に類似したものとなっている。なお、発射器搭載車両に88式地、対艦誘導弾を搭載することも可能となっている。 本システムは以前の88式地対艦誘導弾より次の点で優れている。なお、誘導については従来の完成誘導、アクティブレーダーホーミングに加え、中間誘導に GPS 誘導が追加されている。発射予算計上初年度となる平成24年度予算で発射機車両及び誘導弾の予算が計上されており、同26年度に 陸上自衛隊富士学校特化部と陸上自衛隊武器学校に教育用整備要に育成用として1両ずつ配備され、同25年度調達の4両は同27年度に部隊育成用に富士共同団特化共同体に配備され、平成27年度富士総合火力演習に参加した。 同26年度調達の16両は中国人民解放軍海軍の南西諸島海域進出が著しいことから同28年度に県軍駐屯地の西部方面特化隊第5機対艦ミサイル連隊へ配備された2013年8月の平成25年度富士総合火力演習の装備品展示において発射機車両が初めて一般に公開された 2015年8月の平成27年度、富士総合火力演習において、特化共同体第6中隊配備の発射機車両が初めて参加した。また、2016年9月の西部方面特化隊の記念行事及び西部方面隊総隊式典の関越更新に、第5地対艦ミサイル連隊所属者が参加している。陸上自衛隊富士、 学校陸上自衛隊武器学校西部方面隊対艦誘導弾の発達、開発系府12式地対艦誘導弾の開発の成果を最大限活用して、2013年度から2017年度にかけて90式間対艦誘導弾の後継の17式間対艦誘導弾が開発された。SSM-1B と比べて射程の延伸、誘導精度の向上、 目標情報のアップデート機能の追加が図られる。総開発経費見込みは約57億円。また、2017年度から2022年度までに、新艦対艦誘導弾をベースに、改良型の12式地対艦誘導弾及び91式空対艦誘導弾の後継となる、小会期用真空対艦誘導弾が開発される予定である。長射低下を実現するために、 現用機体より大きくなる新誘導弾を車両からまたは紹介機から運用する技術を開発する。2020年12月18日の閣議によりスタンドオフ防衛能力の強化が決定され、12敷地対艦誘導弾にさらなる長射低下と多様なプラットフォームからの発射能力を加えた12敷地対艦誘導弾能力向上型の開発が決定した。 令和3年度から令和7年度まで394億円をかけて開発される予定である。開発には ASM-3、12式地対艦誘導弾及び当初防衛用新体艦誘導弾の成果が生かされる。長射低下のための大型の展開収拾と、Z エンジンの作動領域拡大、RCS 低減のための弾体系上のエッジ勝利。 人工衛星経由の対地上装置間、データリンクなどの技術開発が行われる。産経新聞によると予定される主契約者は三菱重工で現在の射程約2 0 0トルから当面は9 0 0トルを目指して開発されるが最終的には射程1 5 0 0トルまで延伸される予定であるという。ありがとうございます。